こんにちは、コウコです。こんにちは、西さんです。はい、今日はですね、はい、なんと、はい、第1回、はい、日産 TV あるがままラジオということで、はい、ほうほうほう、第1回、はい、日産 TV あるがままラジオなんですね。はい、今日はラジオでお送りしていきたいなと思うんですけど、はい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 、また変わった思考ですね。なんか動画だったらやっぱりこう、うん、ちょっと時間作って、うん、見ないといけないじゃないですか。ああ、確かにね。ね、うん、なんで、うん、今日は電車の中とかね、はいはいはい、通勤中とか、まあ、歩きな、はいはい、まあ歩きながらはダメですね、うん、通勤中とか、ね、料理支度中とかね、とかね、なるほど、そうそうそう、とかにイヤホンとかで聞けるようなイメージでラジオでお送りしていきたいなと思うんですけれども、うん、まあ、そういうパターンもたまにはありでしょう ね。こんなんばっかりしてたらね、多分ね視聴回数なくなっていくと思いますけどす、ね、たまにはいいかなと思いますね。はい、で今日はですね、はいはいはい、まあ聞けば美容業界の今がわかる、はい、ということで、なるほどですね、はいはい、業界誌に載ってるような話題で、うん、まあ、はいはい、日産だったらどういうふうに答えるのかなっていう、なるほど、を知りたくてですね、ちょっといいかもしれないですね。ね、うん、ちょっと言葉に気をつけないといけない部分もあるかもしれませんけどね、いろんな方出てるんでね、はい、はい、そうですね、そのあたりをちょっと聞いていくと、はい、そういうことです。いう感じなんですね。はい、なるほどなるほど。まず一つ目のテーマなんですけれども、はいはいはい、新美容の3月号に載ってる話題、うんうん、で今からでも間に合うインスタ発信講座ということですね、うんうん、インスタグラムを中心とした SNS を集客に活用するのが当たり前になってきている昨今、出遅れてしまった美容師が増えています。今後の特集では自身のセールスポイントやターゲットを明確化し、最適な発信をすることで集客に成功、かつ高い満足度で着実にリピートにも結びつけている実力派美容師5名に注目、サロンワークの裏側で実践している工夫や戦略、考え方についてとことん掘り下げました。インスタグラムを始めなければいけないのは分かっているけれどと思っている方、やってはいるけれどフォロワーが伸びないと悩んでいる方、ぜひ参考にしてみてください、うん、ということなんですけれども、はいはいはい、西さんはインスタグラムについてどう思ってますか？うん、まあそうですよね、はい、インスタグラムね、まあこの記事ね、はい、うん、まあちらっとは見たんですけれども、はい、あの、まあ、今からでも間に合うインスタ発信講座ということでね、はい、うん、まあ、正直な感覚で言うとね、まあ、まあ何を求めるかだと思うんですよ、はいはい、インスタグラムに対して、うん、何を求めるのか、例えばそのお客様とのコミュニケーションとしてね、うん、お客様とっていただあの来ていただいて、うん、まあ、そのビフォーアフターとか変化を出してお客様とこうフォローし合いながらね、コミュニケーションツールとしてね、 DM とかもあるじゃない、はいはい、だからそういうのに使うとか、うん、まあ、集客として使うとか、あの、まあ、いろいろできると思うんですけど、はい、うん、ただね、フォロワーを伸ばしていくっていう、はい、ね、はい、っていうのはちょっと間に合わないんじゃないかなと思いますね。おお、そうあのね、何名か出てはったんですよ、うん、これあの、いや、こうやったらいいんじゃないですかみたいな感じで言ってもね、はいはいはい、そこのインスタグラムのページがね、うん、載ってるんですけど、その方々の、はいはい、うん、全員ね、あの1000とか2000投稿してるんですよね。あ、なるほど、ね、わかります。もう今までやってきてる積み重ねがある。2000投稿って言ったら、まあまあね、5年ぐらいかかるじゃないですか。例えば毎日投稿してもさ、年間で350ぐらいなんで。そうですね、うん、だから2000投稿って言ったらなかなかやっぱ5、6年かかるんですよね、うん、そううん、まあそれは1日に何個も投稿したらもっと早く出るんですけど、だからじゃあ今からやりだして、はいはい、で、例えば1万とか、うん、フォロワー1万目指していくのか、はい、ちょっと難しいじゃないかなとは思いますよね、うんうん、だからね、その結局インスタグラムとかさ、うん、なんていうかな、何を目指しているかなんですよね。はいはい、うん、例えばその自分がデザイナーとして、うん、ちょっと世の中にこう名前を上げていきたいっていうふうに思ってる人っていうのはごくわずかじゃないですか。うん、そうなんですかね。うん、こうか思ってるでしょ。思ってますよ嘘つく
嘘をつけ嘘お前は。いやそういう人ってほんまに、まあぶっちゃけごくわずかじゃないですか。やっぱり9割の人はやっぱりさ、やっぱりこう地域で働いてて、まあまあですね、やっぱりそう自分のこう数字を上げていきたいとか、うん、やっぱそういうところの発想でしょ。そうです、ね、だからそういうところの発想で言ったら、そのお客様と の, そのコミュニケーションツールとして使うとか、うんうん、なんかそこから の, その紹介で使うとか、うん、そうですね、そうそう、で例えばそのエリアのハッシュタグをつけてね、うん、まあちょっとこうヒットしてもらうような感じで使っていって、であのね、なかなかね最近ってさ、あのなんていうかな、この SNS とか、まあ、そういうインターネットを使ってね、まあ、大体スマートフォンでさ、お客様って美容院を探すわけじゃない。そうですね、うん、雑誌とか見ないよね、最近見ないですね、うん、え美容院どこかなとか、例えば飲食店探す時も絶対スマホで探すやんか。そうですね、うん、俺この前病院探しても絶対スマホで探すからね、うん、確かに絶対こうスマートフォンを経由してやっぱ美容院を探すっていう、まあ、新規のお客様であればね、はい、まあ、そういうことが多いと思うんだけれども、はい、うん、だからそうなってきた時に、うん、そのじゃあインスタグラムだけやってれば来るのかって言ったら、うん、それはまた違うと思うんですよ、はい、うん、なのでインスタグラムでヒットして、あ、こういうところに、あ、なんかおしゃれそうやなみたいな、あ、なんか私のフィーリングと合いそうやなみたいな、でそこからなんかホットペッパーに飛んでみるとかね、でホットペッパーに飛んで、まあ、スタイリストページね、このここになんか、あ、書いとるなと、こうこうって書いとるのが変な名前やなみたいな、変って何ですか、こうこうって書いとるのな、で変な名前やな、ほんであのそこのね、はい、スタイリストページに飛ぶと、はい、ね、はい、ああじゃあえらい可愛らしい顔してはるわね、一回着てみようか、一回着てもらいに行こうかなみたいなさ、うん、そういうふうにしてさ、まあ、ようやくこう集客につながっていくわけじゃない。そうです、なのでそのインスタグラムだけやってればいいっていうんじゃなくて、やっぱインスタグラムからまあ少なくともホットペッパーには飛ぶと思うんで、はい、うん、何個かね結局ね、なんていうかな、こう情報源を経由してお客様ってば大体動くんで、はい、そのお客様の獲得っていうのが目的であれば、まあ、いくつかこう手を出しておいて、やっぱそこをつなげておくっていうことが必要だと思いますね、はい、うん、なので、まあ、今から間に合うっていうふうなことでフォロワー増やすのはすっごく難しいと思いますよ。そもそもね、そうか、そもそもインスタグラムが出てきた時に、はいはい、なんかインスタグラムやってみようかなって、まだ一般の人がまだ全然登録しない時、うんうんね、インスタグラムやってみようかなと思った美容師さんたちがいて、はい、とりあえずなんかスタイルを発信しだした、うん、ね、そこからインスタグラムって流行ってきて登録者が増えてきて、はい、でこうみんなが登録するわけじゃない、はい、ならあ、なんか一人ヘアスタイルめっちゃ上げてる人おるなと、うん、ちょっとヘアスタイルヘア型の参考にしてみようかなとか、うんうん、っていうふうに関してフォロワーがバババババってこう創生期ってガーって増えるわけですよ、はいはい、ね、まあ、インスタグラムもそれを目指してこうできるだけ拡散しやすい状況が作るわけですけど、で一般の人がバーって増えてきて、で初めからやってた人がこう数字を伸ばしていくわけですよ、ね、はい、ほんなら他の美容師さんたちは、うん、えらいあの人インスタグラムで数字伸ばしとうでって、うん、いうふうに思うわけじゃない、ね、はい、あの人結構インスタグラムやったらなんか美容師売り上げ上がるみたいやで、うんうん、いいらしいで、うん、バーって入ってくるわけですよ、はいはいはい、バーって入ってくる、ね、なん結構競争激しくなって、まあ、その中でもなんかこういいスタイルとか、うん、いい投稿する人たちはこう数字を上げてきて、あ、じゃああの人も流行った、あの人も流行ったって、あ、これ結構インスタグラムいけるでみたいな感じで、そのだんだん盛り上がってきて、はい、インスタグラムで美容院を探すっていうふうなことが、あ、お客様もね、インスタグラムで美容院って結構探せるよと、結構インスタグラムで探したらあんま失敗ないよみたいな感じで、お客様もインスタグラムにまた美容院で探すときに集まってきて、ほんでまた美容院、美容師も集まってきて、うん、っていう戦いがどん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 激化して、今なかなか数字が伸びないっていうのが多分現状ですよ。ああ、なるほどね、うん、そんな現状でね、うんうんうん、難しい、ね、ね、うん、フォロワー的には今から間に合わないですよね。僕もよっぽどのことがないと。そうですね、うん、なんか むちゃバズったりとかね、そう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 、なんかの投稿、うん、だからもう初めにそうやってやってた、なんか2000投稿とかしてる人はもう5年前なんで、5年前なんてインスタグラムなんてそんなに聞かへんかったやんか。まあそうですね、うん、なので、まあ、コウコなんか5年前やったらやっぱもうポケベル使ってたぐらいやろ
ポケベル使ったことないです。そうか、ポケベル知らんか、生まれる前に、ね、うん、だから、はい、やっぱね、こうフォロワー数を追いつくってのはなかなか難しいんだけども、でもやっぱり、まあ、僕らもね、あの僕らもすごいインスタグラムに関しては遅くって、やりだしたんが、そうか、遅かったんですね。我々、ね、うん、めちゃめちゃ遅かったですよ。なので、でもまあ、そのお客様のやっぱりそのコミュニケーションツールとか、うんうん、そのホットペッパーとつなげてのその集客に使うとか、うん、まあ、そういう部分ではすごく効果が出てるんで、まあ、続けてるっていうふうな、うん、まあ、感じなんでね、はい、うん、まあ、僕だったらそういうふうに新庄さんに答えるかなと。なるほど、うん、間に合いません、フォロワーに関しては、ね、うん、まあ、ただあのすごく使えるツールで、今現在ね、すごく使えるツールであることは、まあ、間違いないかなっていうふうな、まあ、そんな感じですね。はい、わかりました、はい、では続いての話題に行きたいんですけれども、はいはいはい、こちらも新美容さんの3月号から、うん、2021年カットはどう進化するというテーマなんですけれども、なるほどね、まあ、日産結構、はい、まあ、カットにもこだわりがあったりとか、うん、結構細かいじゃないですか、うん、細かいですね、ね、うん、それね、日産はこのテーマについて、うんうん、どういうふうに考えてますか？カットはどう進化する、はい、ね、ゴーグちゃん2021年カットどう進化すると思いますか？それはスタイル的な話なんですか？いや、多分技術的なことだろうね、技術的なこと、うん、ちょっと記事読んでたら、うーん、記事は読んでませんけど技術的なことでしょうね、うん、なるほどね、うん、どう進化すると思いますか？難しいよね、技術的に進化、うん、難しいよね、難しいですね、うん、まあ別に進化しないと思いますよバッサリ、うん、いや別に、いや進化なんてしないですよ、カットなんて、うん、うん、例えばね、やっぱこれからはこうきっちり切れる人じゃないとみたいな、はい、今はセニングでごまかせてるけど、うん、これからはきっちり切れる人じゃないとみたいな、うん、まあそういうふうな話っていうのはね、うん、もうね、20年前からずっとされてるんですよそうなんですよ、そうなんですよ、うん、今の若い子はセッティングでごまかせるけど、はい、やっぱり将来的にきっちり切れる時代が来た時にやっぱ困るよみたいなことは20年前からずっと言われてるんですよね私が生まれる前から、そう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 、もう繰り返し繰り返し、うん、今の若い子は、ナットランっていうのってあれね、もう紀元前から言われてるらしいね紀元前から、今の若い子はダメやみたいな、しつけがなってないみたいなさ、なんかそのままよく聞きますね、そう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 、うん、でもよく聞くでしょ、うん、これも紀元前から言われてるからね、うん、紀元前に言われてた今の若い人たちって俺らからしたらもうめちゃめちゃ先祖やんか、そうですね、うん、っていうのと一緒で、まあ、カットもそのなんかこう、うん、ベーシックがきっちり切れないとかとか、はい、ブラントがきっちり切れないとかっていうのは言われてて、うん、まあ、大体こういうふうな、ね、タイトルが来た時って、まあ、大体そういう話題が来るんですけどね、まあ、当然そのブラントがきっちり切れたりとか、まあ、ラインがきれいに出せるっていうことは、まあ、それにまあ越したことはないんですけどね、はいはい、そのカット技術はね、どう進化するっていうのはね、うん、まあすごく大きなテーマかなと思いますね、うんうん、そうですね、うん、っていうかね、そもそもだってさ、はい、なんていうのかな、スポーツみたいにさ、はい、こう直接戦う場ってないわけやんか、そう、わかる、美容師と美容師が、うんうんうん、直接戦う場ってわけなんですよ、はいはい、そういうカテゴリーではないんで、はい、そうですね、うん、なので、まあ、これは絵描く人とかこう歌を歌う人とか、まあ、ダンサーとかもそうなんですけど、うんうん、こう直接戦うわけじゃないんでね、うんうん、なので何て言うかな、こう進化というよりかは、うん、こう広がっていくんですよね、いろんなやり方が、はいはいはい、うん、いろんなやり方がこうバーってこう地図が大きくなってくるというか、なんかそんな感じなんですよね、こう進化ってこうどん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 こう高くなっていくみたいな、うん、そうですね、まあ、うん、そんな感じなんですけど、そういうんじゃないですね、なんかいろいろ広がっていくんですよね、うん、だから今のさ美容業界でももうね、まあ、ここはね、まあ、ここしか知らへんから、はい、うん、
そうですね、うん、井の中の蛙大会を知らずなんですけどねいろんなカット技法あるんです、はいうんうん、いろんなカット技法あって、はい、いろんなカット技法でもね、はい、そこをむっちゃ高めてる人と高めてない人っているわけじゃん、はいはい、でしょ。そうですね、もちろん、うん、だからその2021年カットどう進化するって言ったとしても、はい、別にそれが合う人と合わない人もいるわけですよ。こうすべきですよって、うん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 、俺らだって YouTube でこういうカットはどうですかっていうのはそれ一つの提案であって、うんうん、やっぱり合う人と合わない人っていうのが今までその育ってきた中でね、はい、っていうのがあのすごくあって、うん、だから全体がどう変わるっていうのはね、ありえないありえない感じかなとは僕は思うんですよ。だからただ一つ重要なのはね、はい、やっぱりね、まあ、これ多分ちょっと後の方の話題でも出てくると思うんですけど、はい、まあ時代的にね、はい、まあ厳しくなってきてるっていうのはね、これ間違いない話なんで、うん、厳しくなってきてるんですよ、はい、分からないですか。分からへんね。いえ自信なさ時代的にはやっぱり厳しくなってきてるんで、はい、やっぱりそのまあなんていうかな、まあうまいに越したことはないよね。そうですね、うん、まあでもただその時代に勝ち残っていくっていうことにあたって別にカット技術だけでもないんでね、うんうん、スタイル作りだけでもないんでね、やっぱりその接客とかサービスとかお店の雰囲気とか、うん、まあメニュー作りとか、うん、なんか本当にこういろんなタイプの美容師さんたちが自分に合ったものっていうか自分に合った売り方をしていって、で結局それがお客様に受け入れられるか受け入れられへんかっていう風な勝負じゃないですか。そうですね、うん、だから別にカット技術こう進化しますよって言ったって別にそれをやる必要もないしね、うんうん、ただそのスタイリストの人だったら今多分カットできてると思うんで、その今の自分のね、できてるカットってあるでしょ、はい、そこに対して、はい、じゃあ2021年は、まあ、この部分積み上げようとか、うん、一つでも二つでも何かしら、まあ、積み上げていくっていうことは大事だと思うけど、はいはいはい、ただではカットを積み上げたからといって、うん、数字変わるかっつったら変わらないし、うんうん、やっぱりそうある程度さ、なんていうかこう生活のためにやってる部分っていうのがあるわけじゃない。いやもう生活大丈夫なんですよ、あとは自分の美容度を極めたいっていう方はね、はい、別にしてね、はい、なかなかそういう方っていうのは数パーセントもね、うん、いないわけじゃないですか、はいね、俺とかね高校も生活のために必死だもんね。いえ別にそんなことにしますよ。何やその高飛車な態度うん、っていうことだね、はい、やっぱりそのだから結局自分の持ってるものにじゃあ何積み上げますかっていうことですよ、ね、だからそれをやるのかやらないのかっていうので、はいはい、これは別に2021年とか、うん、関係なくね、常にこう必要とされることなのかなっていう感じですよね。はい、うん、ココちゃんどう思いますか、世の中のカットの流れに対して何か感じることありますか。ありまーせんことないです。ありませんでしょ。あるんですか。技術ってなったらちょっと私やっぱり、うん、まだまだ視野が狭くて分かんないですけど、あ、まあ、スタイルは確実に変わっていってるなと、うんうん、あ、どんな風に変わってきたスタイル。まあ、流行りになるんですけど、うん、私入社した時とかとにかく前髪重めでなんか、うん、重たいスタイル A ラインで、うん、とかがすごい多かったんですよね、うん、もうそこからまたレイヤーが流行ってウルフが流行って、うん、でまた最近ちょっとこう A ラインの重ためが流行ってきてたりとか、うんうんうん、っていうので、うん、まあその時によってする技術うまくなりたいなって思う技術とかも変わってくるなと思うんで、うん、あ、そう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 、だからね、なんていうかな、例えばインスタグラムとか、まあ、雑誌とかでもいいんですけど、はい、やっぱりこうそういうの見てたら、はい、流行ってるスタイルっていうのはなんとなく自分なりに分かるじゃない、うん、
はいはい、そう、うん、ほんで、まあ、そのエリアもそう、その働いてるエリアもあるし、そのお店に来ているお客さんの層にもよるし、うんうんうん、多分自分の中であこういうスタイルを作れるようになりたいなっていう風なことがあると思うんですよ、はい、だからその形と質感が作れるカットを持ってたら別に新しく覚えること必要ないよね。まあそうですね、うん、その形と質感を絶対出せるっていうふうに思うんだったら、はいはい、あでもこの形と質感出されへんなと思うんであれば、うん、やっぱ何か1個でも2個でも積み上げていきましょうっていうふうな、まあそういうふうな、まあ、取り組みというか、うん、あのそれはもう毎年いるよね。そうですね、毎年ってもうずっといるよね、うんうん、そんなんはもう俺でも今何か探し続けているからね。ああそうなんですね。そうですよ、あこの質感どうやって作るのかな、まあ自分なりの引き出しの中にね、あ多分自分をやったらこうやってこうやったらこんな雰囲気になるなっていう予想ができる時と、うん、まあできない時もあるからね。多分できない時があるんですか。できない時ありますよ。できない時はじゃあどうやって作ってるやろみたいな感じでね。西さんでもあるんですね。ありますあります。うん、だから YouTube がすごいいいよね。全部見せてくれてるからね。まあそうですよね、うん、それできるのって思う時もあるけどね、うん、うん、はい。では最後のテーマなんですけれども、はい、経営とサイエンス3月号から、はい、コロナで美容はどう変わるのか、はい、ということですね。なるほどね、はい、これはどういうふうに思いますか。これはやっぱ結構多くの人は気になっているテーマなのかなってね。今だってまだコロナ禍でしょ、はいはい、収束宣言も何も、ねね、出されてなくて、うん、でまあ、美容室の形態が、まあ、どういうふうに変わっていくのか、うん、みたいなね、はい、ことですよね。そうですね、うん、まあそのマスクがいつ取れるのかとかね。まあまあ、まあ、美容師さんって今ね当然営業中もうマスク絶対でしょ。そうですね、とりあえず最低限でもね、うん、まあ、消毒液も置いてますけど、うん、マスクがいつ取れるのかとか分からへんよね。まだ想像できないですね。なんか想像できへんよね、はい、もう逆にちょっとマスクせずにサロンなんか歩かれへんよね。もうすごい違和感ありますし、うん、もししなかったとしたら、うん、ね、うん、ちょっとこうトイレ行く時とか、ね、うん、裏入ってて、うん、その瞬間でもちょっと怖いですもんね、うん、そうやね、ね、うん、でもまあそのコロナによって美容室がどう変化していくのかっていうふうなことなんですけど、はい、うーん、まあね、その例えばこう消毒へのこう意識とか、うん、なんかそんなんはねもうむちゃくちゃ上がってるでしょ、やっぱお客さん、そうですね、うん、その辺に対しての対応っていうのは、まあ、間違いなく必要だと思うんですけど、はい、まあね、実際の形態としてはね、うん、まあ僕はそんなに変わんないんじゃないかなと思いますね。うーん、そうなんですね、うん、だって、はいはい、他何かありますか、別に変わるとか、うん、なんかこうコロナによってさ、うん、なんか分からへんけど、あ、外できるようになるとか、そうそうそう例えばそういうだ、例えばそういうのがこう大きく変化するとしたらね、うん、案外ね、なんかね、美容室っていうのはね、うん、すごく変化が少ない仕事なんですよね、うんうん、鏡があってシャンプー台があってカットチェアがあってとかっていう、まあ割と今の形態っていうのはほんまもう 4,50 年前から行われてるんでね、それが大きく変わるっていうことはまあちょっと考えにくいなとは、ね、うん、思うんですけれども、はいはい、うん、ただね、やっぱりね、すごいこうコロナ禍でね、やっぱりこうむちゃくちゃ混乱してるじゃないですか、はいはい、日本全体がです、ね、日本全体がむちゃくちゃ混乱してて、うん、で、まあ、飲食店が壊滅状態で、うん、とか旅行業界とかね、うんうん、壊滅状態でしょ。で、所得失ってる人もめっちゃいるんですよね、うん、そうですよね、うん、で日本人の平均所得ってまあまあ2割近く下がってるかな、うん、うん、このコロナ禍で、はい、うん、っていうのがあって、はい、ってなってきた時にね、よく俺いつも言ってるんですけど、はい、まあ下がってない人もいるよ、所得がね、逆に上がってる人もいるよコロナで、うん、でもほんまゼロになってる人もいて、全体平均したらだいぶ下がってるっていうような状況でね、はいはい、やっぱりその美容室が考えるべき、美容師が考えるべきこととしてね、やっぱりお客様に対してね、うん、暇やからね、ちょっと高単価のメニューつけてね、うん、美容師も苦しいから、はいはい、ね、メニューを高単価にして売り上げをカバーしていこうかとか、
とか、ちょっとこうさ次回予約とか導入して来店頻度を上げてみようかっていうのはね、まあ、それはねあのお客さんの感情を逆なですると、うんまあ、個人的には思ってるんですよ、はいはいね、なのであの、まあ、よくで、ね、言ってる売り上げを構成する3要素って言ってまああの客数客単価、来店頻度っていう来店回数っていうね、うんまあ、3要素があるんですけど、まあ、この3要素の掛け算によってまあ売上数値って決まってくるんだけども、うん、ねやっぱりこれだけコロナで今現在混乱してて、まあ、今後実際どういうふうな出口をね日本が見出すかっていうのはまだちょっと分かんないわけですよ、はいはいうん、そうですね、うん、でもただ今現在混乱して所得は下がっている傾向であるっていうこれ間違いないことですよね。この中でねやっぱりねむっちゃ見ていかないといけないのは客数っていうことでしょうね、うん、自分の客数が何人いますかっていうね、はい、客数をどうやったら増やせますかっていうふうな、まあそういう話なんですけどね、うんうん、結構ねこれね皆さんあのやってられない方がいらっしゃるんですけどこれはもうスタイリスト、一人というかあの例えばその雇われてるねスタイリストでもやっぱやるべきだと思うんですけど、はいはい、自分の顧客何人いますかっていうのって、うんうんうん、結構みんな調べてないんですよ。あそうなんですね。調べてないんですよ、うんうんうん、だから、例えば、まあ、この半年間で切ったお客様が何回じゃなくてね、うん、あの1人のお客様が別にあの10回来ても1人なんですよ、うんうん、半年間で切ったお客様が何人いますか、うんうん、この半年間っていうのを、はいはい、毎月毎月調べるんですよね、はいはい、調べてくるとあ自分の顧客、ね、要するに顧客数っていうのが大体分かってくるんで、うんはいはいうん、だからそんなを調べてみてもいいかなと、なるほどね、うん、思いますけどね、うんはい、だからやっぱりその顧客をこう増やしていくにはどうすればいいのみたいな、なるほど、うん、それは技術なんですか、サービスなんですか、接客なんですか、メニューなんですかみたいな、うん、まあそのねエリアとかそのお店の雰囲気とかあのお客さんの層とかによっていろいろ状況変わってくると思うんで、うんはい、でもやっぱりね今後まず勝ち抜いていくためにはねまず一人でも二人でもねお客さんの数、うんね、もう失ってる人じゃなくてその有効顧客って、まあ、僕ら呼んでるんですけど、はいはい、生きてるお客さんの数をやっぱ増やしていくっていう取り組みをやっていく、うん、だその逆に言えば、まあ価格とかね、はいはい、来店頻度っていうのは、うん、どっちかって言ったらもうあの放置しておくお客様にお任せするというふうなスタンスの方がまあ僕はちょっとね今の時代あの無難かなとはあの思ってるんですけどね。なるほど、うん、はいということですね。はい、と聞けば美容業界の今が分かるというテーマだったんですけれども、はいはいはい、まあ、これ今日3つ話していってたんですけど、はい、そうだね、ね、今からでも間に合うインスタ発信講座、うん、間に合いません2021年カットはどう進化するか、進化しませんコロナ美容はどう変化する、変わりません結局なんかこんな感じなんですねほんまやね、ね、まとめたら あれやね、まとめたらあれやね、ほんまやね、なんかね、うん、なんなんやね、あの、まあ俺があんまり雑誌に登場せへんのはこういうことなんかな、うん、こう短期的なねことであんまり言いたくないんですよ、はいはい、僕は、はいはい、短期的なこと、短期的なこと、うんうん、やっぱりその長期的なこう試合だってなんか考えたいんですよね、はい、うん、今コロナでこういうところでこんなん当たりましたよとか、うん、いやこれからこれだろみたいなね、なんかそういうふうなね短絡的なことをあんまり、はい、あんまり言いたくないですよね。もうちょっと長期的な試合に立った、うん感じで喋ってると、うんうん、なんかそんな感じになっちゃいましたね。そんな感じになっちゃいました。勝手になっちゃった。うん、気づいたそうやって。うん。で間に合いません、進化しません、変化しませんみたいな。否定ばっかり。うん、まあでもこう思ったってことですね。そうそうそう。ね。うん。一生あれや。神妙に呼ばれへんなこれな。そうですね、うん、一切テーマに乗ってくれへんからこの人みたいなね。まあでも日産的な考え、まあそうですね、はこういうことっていう、ね、そうですね、僕的にはまあそう考えてるっていうふうなことでね、はい、はい、
でもなかなか面白いじゃないですか。面白かったですか、ね、そうですか、はい、まあそういう、はい、たまたま今回こういう経過なんですよ。まあ、もちろん共感する部分もね、まあ、もちろんあるかもわかんない、かもしれない、うん、かもしれません ね、うん、はい、まあ、おそらくこのラジオで第2回目はないんでね。え、1回きりですか。いや、分かれ、あの数字によります。あ、うん、こういうのがすげえ役立ったよとか、ね、あ、ね、通勤中も聞けて役立ったよみたいなね、うんうん、結構ね俺ね、あの車乗りながら YouTube を言ってましたね、うん、聞くんで、うん、あのラジオ的な YouTube、はいはい、だからあ、ちょっと一回こんなん作ってみたいなと、なるほど、ね、思ったっていうことですね。はい、はい、ということですね。次回はあるのでしょうか。またお会いしましょう。ハブアナイスデー。さよなら。日産 TV オンラインショップやってます。日産候補が使うコルタシザーや日産 TV オリジナルブランドタクトのアイテムを続々追加予定です。ぜひ一度覗いてみてください。